ごちそうさん。おまん、料理うまいにゃ。どれもうまかったぜよ。膳はそこに置いちょきや。片付けは俺がしちょくき。カマンカマン、女の尻に敷かれる側は嫌いやないち、前に言うたろ。町屋。とりあえず手を振り払われるば嫌われちゃせんってことか。チックと安心したき。単刀直入に聞くけんど、俺は一体いつまで我慢しちょったらええがかい？とぼけちゅうわけやないよにゃ。男と一つ屋根の下で寝起きするいうががどういうことかわからん年やないろ。俺のことを何とも思うちゃせんがやったら、わざわざこうやって家に誘うたりはせんろうし。どっちぜよ、この先望みはあるがかないがか。俺はどうしたらええがな。強引にことに及ぶこともできんことはないけんど、おまん相手にはそうはしとうないき。新選組のやつらから俺の悪い噂をいろいろ聞かされた機会。俺としたら今こうやって目の前におる俺を見て判断してくれとしか言いようがないがやけど、まあえい、十九二十歳のガキでもないし焦る必要はないか。わかった、おまんの気持ちの整理がつくまで待っちゃるき。うん、嫌がる女に手を出せらて趣味はないき。今の時点で答えはもう分かりきっちゅう気もするけんど、これはしてもかまんろ。初めてやないがやき。あ、もしかして額やのうて唇の方がよかったかい？ほんならもう一回やり直そうか。その様子やったら近いうちに覚悟が決まりそうやねや。ほんなら俺は膳を片付けてくるき。